皆さんこんにちは、宇月恵子です。本日はオンラインでやった100万回来た猫の読み読み教室をお話しいたします。なぜオンラインでやったかっていうと、この26人いらっしゃる会社のチームから頼まれたんですね。でコロナ禍でみんなと会って仕事をする機会がなかなかないそうなんですよ、みんなオンラインとかでね。ですから意見とかそういうこともあんまり聞いたことがないので、本を見ながらお話できたらなということで、共有したらいいということで、読み読み教室はいいんじゃないか。それはね、2年くらい前に読み読み教室このチームでやったことがあるんですよ。まあ半数は入れ替わっていますけれども、オツベルとゾウでやってとても面白かったし、みんなの意見を聞くことができてよかったので、今回もやってくれないかっていう依頼です。ただし今回はオンラインですので、私もオンライン初めてやるので、どうかできるかどうかっていうことですごく心配して、主催者の皆さんと相当練ってやったんですね。それはね、2時間で読まなきゃいけないということと、対面と違いまして皆さんの呼吸とか空気感がないので、どのくらいできるかどうかっていうことを本当に試行錯誤しながらやりました。で MC についても、ここに書いていただけてるんですけども、私はもういつもオンラインでもオンラインじゃなくても、どんな意見に対しても肯定、もしくは意見に対する質問で返す進行をしているということですね。それは勉強になったと言われました。それから私のいつも思ってる読み方に間違いない、それから今回は対面でもオンラインでも変わらないって言ったのは、意見がいっぱい出てくるわけですよ。それに対して私が本当に面白くてみんな笑って受け止めているわけですよ。私いつも本当に教室でも読み読み教室だと本当に意見が出るのがおかしくておかしくてっていうかな、自分ですごく嬉しくなっちゃうんですね。で笑って受け止めてるっていうことが今回もあったみたいなので、発言してもいいんだっていう安心感があったっていう言葉もいただきました。それからもう一つ、お言葉がいいのがあって、4つの質問が洗練されていたって初めてこういうこと言われたんですけども、特に第4の質問ですね、これ第4の質問をお楽しみに、これはハッとしたという、当たり前だと思っていたのに他の人の違う意見を聞いて自分の考えが変わってきた。だから第4の質問っていうのはやっぱりとても大事なんですよね。ここで物語を読む視点が広がるかどうかっていうことですね。それから指名されて順に答えるのはとても落ち着いて考えられた。今回オンラインですので、自分のご自宅で受ける方もたくさんいました。で26人の方が全部顔を見せるわけじゃないんですよ。やっぱ重たいので、顔は解いて、その時だけ当たった時だけ顔が出るということで、私はずっとで映っているんですけれども、私自身がですね、その時パッと出てくる顔と対応するっていうような感じになってきて、私の MC としての皆さんと受け答えができてよかったなと思います。オンラインの読み読み教室だと、私は本当に否定的な意見がすごい多いんじゃないかなと思ったので、26人のうちの半数は初めての方で対面をやったことがない、半分の方は対面でやってとても面白かったっていうご意見いただいてたので、私はオンラインだからな、ちゃんとできたらおの字だなっていうぐらいになったんですが、それがね、余計なことを考えずに集中できたっていうご意見があったんですね。で手元でメモを取りながら聞くことで、カメラオフマイクオフの状態でも他の人の考えに相づちを打ってしまって、ああ確かにとかね言ってたんだって。それからプライベートな空間でじっくり考えることができてよかった。これはね本当に私はびっくりしちゃった。対面でいつもみんなで公の場でやるわけですよね。そういう時の方がいいんじゃないかなと思ったら、こういうプライベート空間でじっくり考えることができた。それと同じく周りを気にすることなく自由な発言ができた。そうなんだって、対面だとできないんじゃないのか、でもオンラインだから余計感じられたのかね。でたくさんの意見に触れることができとても刺激的だった。オンラインでここまで意見を交わせるとは思わなかった。私も本当にそう思いました。でオンラインでね、時と場所を選ばないので可能性が広がったって、気軽な感じがした。構えないでいいってことでしょうかね。それから資料と発言者の顔が同時に見られるので対面より充実している気がした。これも私は本当にちょっと感じなかったことなんですが、それから大人数のオンラインでも問題なくでき
でも途中でブレイクアウトルームに分かれて少人数で話す機会があってもより楽しい。まあこれはね、オンラインに慣れてくればいろんなことができるんじゃないかなと思います。で、事前にパワポのリンクを共有して同時に書き込んで見られるようにするという、これも本当に主催者として初めてやることなので試行錯誤してやりましたので、もしこれが慣れてくれば、もしまた他の団体の方でやりたい方がいらっしゃったらぜひご相談ください。私ももうちょっと今度チャレンジしてみます。でも対面をやってた方がね、発言したらリアクションがなかったから、これをリアクションが欲しいなっていうことも思いました。まあでも今回オンラインやっててできなくはないんだなっていうのはすごくよく思いましたね。で、読み読み教室はいつものように問いを投げかけるだけなんですけども、それでね、こういう意見がありました。みんなで意見を言い合って自分たちで答えを導き出すんだっていう、なんか思いがあったらしくて、それで主体的になったっていうことがありました。まあ子どもたちはそんなこと言わないので、大人になるとやっぱりこういう言葉を言ってくれるんだなと思います。で、一つの正解を導かなければならないという窮屈さがないと、のびのびと参加して楽しかった。そうなんですよ。だから読み読み教室っていうのは自分の思考をさらけ出すっていうことだけ、さらけ出すっていうか自分の思考を出すっていうことだけなので正解はないんですよね。で、問いはとてもシンプルなのに様々な角度から意見が出て、受け取り手によって見てるところや感じ方が違うのだとよく分かった。ですからこれは対面でもオンラインでもできるんだということでしたね。で、小学生時代間違えたらどうしよう、恥ずかしいと思っていたので発言しなかったが、今日は自分の考えどんどん広がっていって、聞いてもらいたい、発言したいと思ったということなんですね。で、指名するのはですね、順番なんですよ。やっぱり対面の時も順番なんですが、オンラインでも挙手してはいはいじゃなくて本当に順番でやってたんで、それはもう普段の読み読み教室と全く変わりませんでした。で、まあコロナ禍でこういう機会がなかったっていうことで、初めてこの壁やって新鮮だった。多くの人の考えを聞いてね、自分の考えと違うことに気づいて、こんな考え方もあるのかって驚いたんだそうですよ。他の人の話を聞くことが醍醐味だった。で、まあね、以前の授業だったら流して読んでしまったであろう行間や表現などに楽しく気づくことができた。それはね、みんながね違うところを言うからですね。みんなはこう言ってるけど本当にそうなのかなと当たり前の意見を疑ってみることができたと。自分が小学生の頃は中学受験の練習をしていたこともあって、行間を読むというよりもともかく大事な部分をピックアップして読むことが優先されていた。正解は一つが当たり前でした。なので誰かが正解の意見を出したらそれに賛成ですっていうのみで、そこで思考が止まってしまった。そうなんですよ。そこがだから読みのね授業の中の私が一番問題であると言っているところなんですね。それを読み読み教室っていうのは壊していく、そこから超えていくことができるっていうことなんですね。視野を広げたり行間や表現に楽しく注目できたので、自分が小さい頃からそういった授業を受けたかったなと思いました。で、私はそれを小学生に今どん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 やっております。では本題の100万回生きた猫をどのようにやったかっていうお話いたしますね。で、まず木の部分、木焦点結合を兼ねていくんですけど、先ほどのご意見にあった4番目の質問にすごくハッとしたっていうことなんですが、お楽しみにしてください。で、1番目は猫はどんな猫でしょう。これはもういつもいつもその最初の人物設定ですね。舞台や人物を見るということで、猫はどんな猫でしょう。2ページから3ページのところです。そうするとね、100万回生きて100万回死んだから 1回ずつ短命だとか、男の方もいらして一生懸命理系の方だったらしいんですけど、計算していましたね。理屈っぽく言ってくれました。だから不死身で不思議な猫だとか、愛されている猫だ、一回も泣かないと周りの人は泣いている、強い猫で毅然として立っている、何回も生き返るから死に対して考えがない、生にも執着がない、記憶が100万回もあるのに悲しい、寂しい、本当に寂しい猫なんだ、いろんな時代いろんな場所に生きてきた、失うものが何もない、感情がない、特別な猫だ。まあこんなことは大体思いますよね。その次、2番目の質問、秘書の部分ですね。出来事ですよね。猫は今まで誰に飼われていたのでしょうか。これ4ページから15ページまで一気に読みますね。そうすると、王様、船乗り、サーカスの手品使い、泥棒、一人ぼっちのおばあさん、小さな女の子、まあ大体猫が飼われるようなところなのかなと思いますけども、まあそうですね、喫煙、それから老若男女全部網羅している。で、その中で皆さんが着目したのがね、
王様は戦争をしている、それが嫌い。船乗りは海、それも嫌い。サーカスの手品使いでサーカスの手伝いしてるんですが、サーカスが嫌い。泥棒は大嫌い。一人ぼっちのおばあさんは大嫌い。小さな女の子は大嫌いっていう、こういう猫のね、あの飼われ方なんですよね。でそういうことが書いてあって、それで答えればいいっていうわけじゃなくて、そこから皆さんといっぱい話をしていくんですが、飼い主たちはどこにでも連れてっていう、この飼い主もあの皆さんが言うには孤独な人たちなんじゃないかなと。飼い主たちの勝手な生き方に付き合ってきた猫はね、飼い主を選ばない。だから山も海もサーカスも嫌い。好きなものは何もない。つまり神羅万象どこ行っても嫌いなんだって、この猫のこと言ってるわけですよね。で好かれているのに全員嫌い。あの飼い主たちは全部猫を好きなんですよ。あのそれなりの、 あの可愛がり方をしてるんだけど、猫は嫌い、大嫌い。でも逃げない、寄り添っていた、付き合ってきた、ね、飼い主たちの泣き方が違う。これも面白いですね。絵があの佐野陽子さんの絵は上手ですね。で誰に飼われても不幸なんだ。そして猫ってもう諦めてるのか知らないんだけど、人間なんてこんなもんだよと。猫は自由だよね、死んでも死にきれなかったんじゃないのとかね、猫の生き方を探してきた、死んだら埋めてもらってる。これも面白かったのがね、あの仮装じゃないっていうところに着目した人がいまして、あの死んだら埋めてもらっているからキリストのように復活するんだっていうことがあって、100万回も生きても生きて100万回死んでるんだっていうようなことを言っておりました。で次3番目、天の部分ですね。あの100万回生きた猫ということで、ずっと生きてるんだけど、この最後のところですね、16ページから31ページのところ、どうして猫は決して生き返らなかったのでしょう。最後のところまで一気に読んでしまうんですよ。でこれがクライマックスだと思うんですが、そうするとこの猫に対してですね、白い猫っていうものが関わってくるんですよ。自分が好きだったんだけど、自分以上に好きな白い猫と子供に出会ったから、白い猫と生きたい、白い猫が死んだから生きてる甲斐がない、白い猫の全てが愛おしい、白い猫は死んだ時初めて泣いた、100万回も泣いたんだと。今まではみんなが泣いてくれたんだけど、今度は自分が泣いたと。唯一無二の白い猫、これ以上生きても好きになるものがない。猫は自分のアイデンティティがないんだよと、ね、100万回死んだっていうことだけ自慢したと。これはね、後で言いますけども、猫はあの白い猫にプロポーズをする時に、僕は100万回死んだんだってなんて威張ったんだけど、白い猫はそうって言っただけで終わっちゃったんですね。で嫌いなものを自慢して、あれだけ嫌いだ大嫌いだって言ってるのに、それを白い猫に対して自慢している、この猫の寂しさって一体何だろうっていう話ですね。100万回のせいはいらない、穏やか、死を初めて意識したんだ、終わりがあるからちゃんと生きようと思ったんだ。今まで100万回生きて100万回死んだのは死をね、死と思ってなかった、だから死んでも平気だったんだっていうことですね。それで猫が自分の人生、猫を生き切った、全うしたから、で特別な猫ではなかったと自分で認識したから初めて死ねたんだっていうような言い方を皆さんはしました。で最後の質問で皆さんがびっくりした、へーっていうのはね、どんな質問をしたかっていうとね、私はね、あの白い猫はねの存在について皆さんに聞いたんですよ。それまでね、白い猫で普通にいるんだけど、この質問を投げかけるのってね、みんなはギギギって本当に、ああこんな白い猫の立場から考えるんだっていう風になるんですよ。で白い猫は猫を好きだったのでしょうかって聞いたんです。そうした時にあバチッ、って言った人がいました。そしてイエスとノーっていう風に分かれましたね。もちろんイエスはおばあさんになるまでいたから、白い猫は生き切ったんだとか、一緒にいてもいいかいって言って、って言った。100万回生きた猫がかなりのモテ猫だったから、そんな猫に好かれている自分が好きでずっと一緒にいたとか、白い猫は短い返答のそうで虎猫の本質を捉えたからね、白い猫はあの虎猫を好きだったんだ、あまりに素っ気ないので猫を満足させるために送られてきた神様からの使者かもしれないなんていうことを言った人もいました。白い猫は最後虎猫に自分の身を預けている、虎猫が安心感を抱く大切な存在になった。つまりあの白い猫はぐるぐるぐっと喉を、ね、鳴らしたりしていると、それはとてもこう虎猫に対して好きだったんじゃないだろうかっていうことがイエスですね。で動物は死ぬ間際に安心するところにいたがるものだから、白い猫は彼女なりに猫が好きだったんだろうというよ。
ただそれに対してですね、白い猫はね、あの虎猫好きじゃなかったんだっていうことを言って、ここもねすごいあの皆さんがね、カーとかギーとかって言って、そうだろうかーとかえーとかって言って、ここもすごい触発されたんですね。今度は白い猫が生き返るかもしれない、つまり白い猫はマート来てないんだよ、だから今度は生き返るんではないかって言ってました。白い猫は自分で選んだわけでもないのに、相手と最後まで添い遂げることになるのでかわいそうだっていう人もいました。だからこの虎猫の視点でずっと佐野陽子さんは書いているんだけど、白い猫からの視点で考えるっていうことによって、物語が重層的にっていうかね、多層的に読めるっていう感じがするんですね。でそういう質問を考えるのが読み読み教室の醍醐味だと思います。まあ、それであとは大人の方たちなので、あの読語感がすごく面白かったので、それを共有したいと思います。まず猫についてどう思うかっていうことを書いてくれたんですよね。そしたら、誰かに飼われている人生より自分の意思によって選べる自由がある人生の方が人生を全うしたと言える、ね、だからとてもかわいそう、100万回の不幸せな人生より1回の幸せな人生を生きたいと、幸せ者、100万回生きたことで様々な経験をし、いろいろな猫にもてはやされ、最後には白い猫に出会うことができた。ステータスがないと愛されないと思っていた猫、ただそばにいるだけで喉を鳴らしてくれ、幸せを感じられる互いを愛せる家族に出会ったことで、そんなステータスなど自分が勝手に作り出した幻想に過ぎないと気づき、自分の存在意義をやっと気づいて死ねた。大人だからいろんな自分の人生とね、みんな比べ合わせてやっぱり言っちゃうんですかね。前半は傲慢部分が取り上げられていたが、後半は猫の献身性が描かれていた。自分よりも好きな存在に巡り合えたことが人、猫をこんなに変えてしまうんだということですね。自分だけが大好きで、その他の人や環境のせいにして、どう生きるか、どう生きたいのかを放棄してきた虎猫が、野良猫になることでその選択を迫られる自分の人生を生きた。どうでしょうか、なんかみんな自分の人生と重ね合わせて言ってるような気がしてならなくて、みんなこの時ほうとかいいとか言ってましたね。で次、白い猫、これもですね超面白かったんですよ。で白い猫がね、佐野陽子さんは美しい白い猫っていう風に描写してる。じゃあ美しい猫じゃなかったらどうなんだっていうのがちょっとみんな心の中にあったみたいで、私もそう思ってます。美しくなかったらどうなんだこの話はとは思ってしまいました。男ってね、それでこういう面白い、男ってやはり自分になびかない女に弱いのかっていうんですよ。最近の漫画のトレンドだと面白い女と言われるやつ、超絶イケメンハイスペック男子が虎猫のことですね。他の女の子と違って一切自分に興味を示さない同級生の女の子に対して面白い女とつぶやき、後々恋に発展していくシーンのよう。大事なのはなびかないだけでなく、なびかない前提として自分の軸を持っていること。白い猫の軸は何だったんだろうか。だからこの白い猫の軸っていうことで、あの白い猫は虎猫を好きじゃなかったんじゃないだろうかっていうことを言ってたんですね。白い猫はきっと生き返らなかった。虎猫に愛されたことでその生を全うした。美しく生まれたことで多くを望まない、ありのままを受け入れる凛とした強さを感じた。だから美しいってことはそのままで自分に満足してるんだっていうような言い方でしたかね。ツンとした言動から自分に誇りを持って生きている。自分の価値は自分で決めているので、他人に迎合する必要もないし、簡単に人を寄せつけることもない。露骨なアピールは白い猫にとって逆効果。おそらくこれまでも間違った方向性のアピールをたくさん受けてきただろう。白い猫にとってそばにいていいかいっていう素直なアピールがこの気に、つまり他の美しい白い猫ですから、他のオス猫にいっぱいプロポーズされているんですけれども、その白い猫、美しい猫はそんなことは聞き飽きたわっていう形で、あの そんな耳踏みしない。だから虎猫が一生懸命アピールしてんだけど、そんなのへーとかふーとかってあのえーとかっていうだけでツンデレですよね。そういうことをしてた。それに気づいた虎猫がね、あ、そんなこと言ってもこの白い猫にとっては無価値なんだ、価値がないんだっていうことで、そばにいていいかいってようやく素直になったっていうことでね、あの白い猫は虎猫の愛情を勝ち取ったっていうことですね。100万回生きてきた猫の愛情の重みと比べることはできないし、猫ほどの熱量ではないけれど、そばにいることが当たり前の存在、いい意味で空気のような存在として深い愛情を持っていたんだというふうにして白い猫のことを言っておりました。で最後にですね、作品とか作家についてっていうことも書いてくれた人がいました。読む前は不思議で、そんな猫いない、完全ファンタジー、
人ごとといった感情だったんですけど、みんなの意見を聞くうちに行間や当たり前と思うことに本当かなと読んでいけた。実は佐野陽子さんも100万回生きていたりしてなんていうことを思ったりすると面白かった。小説とはまた違い、多くを語りきらない文章と想像を膨らませるきっかけになる挿絵のある絵本というものの魅力を改めて感じた。小さい頃に読んだことのある物語だったが、大人になってじっくり読んだのが初めて。100万回生きて100万回死んでという物語冒頭の記述からは、この先どんな話になるんだろう、どんな猫なんだろうと強く引きつけられ、最後に落ち着いたところは、家族にも恵まれて自分らしく生きるイコール天命を全うするみたいな、ある意味腑に落ちやすい結末であったと。生きる意味を見失った時、自分の命を絶つ人も少なくないこの時代で、その生きる意味は自分で勝手に決めつけたものではないかという作者の問いかけがある。自分が命を絶つ時、生まれ変われなくてもいいと思えるくらいの人生を送りたい佐野さんは子供から大人まで手を伸ばせる絵本というツールで、愛の尊さや人生の向き合い方を感じ、考えるきっかけを与えようとしたのではないか。佐野さんは愛する者に巡り合うことが幸せだとは思っていない。読者にあなたが生きるために一番大切なものは何か、それを求めて生き続けたいのかと問いたかった。人生や死、喪失感について考え直すきっかけとなる味わい深い絵本だったというようなご意見をいただきました。この動画がいいなと思った方はいいねボタン、また登録よろしくお願いします。ありがとうございました。